3231こんにちは。スカイさんいらっしゃい。ああ読み上げ、まあいいか、入れとこうか。もう、最高級に体調が悪いんですけど、僕今。外は出歩いたらあかんの、これ。怪しすぎる。怪しすぎる。なんだって風邪ひいてんだもん。最高潮マックスに、今熱もあって、鼻水も止まらなくて、大変な状態なんですよ、僕今。でもお前らが買いに行け買いに行け言うから買いに行こうかな思うけど、もう正直しんどい。ちょっともう正直ここの時点でしんどいです。よいしょ、しんどい、しんどい、あーしんどいわ。ちょマジか。ちょっと配信の準備しますね。車載の準備するわ。しんどい。これ携帯持ってたらね、走行法違反、車両運行法違反でパクられちゃうもんね。通報されるとね、あれですから。ちょっと車載キットに積みます。スカイさん、結局馬券何にしたの？今のところね、今のところまだ42のワイドにしようかなとは思ってますけど、まだ買ってないです。まだ買ってないので、まだ変更はできますよ。ほんまにどうしようかな。今日は11月26日、日曜日です。まだ大丈夫です。北さん買うとね、オッズがつかないんですよ。今日東京って天気どうなの？東京の大阪今雨がちらちら降ってきたので、京都だったらスカイさんワイドやろうな。やっぱり、これ京都だったらちょっとねオッズがついてくれそうなんだけど、いかんせん東京の天気がちょっと僕には今わかんないので、東京の天気ババ状態はどんな感じですか？他の配信者の方もね、今回はJC 馬券買いに来とるから、10万円とかでね、100、1000人とか集めれんのにね、なんで僕100万円で5人とかなの？おかしくないですかこれ。ちょっと10人か今。ショーターさんおい、単勝100万買うやつおるぞ。買うやつおる？マジで？何みんな。乗っかってきてんの？ショーターさん確かにおかしい。確かにおかしい？どういうこと？単勝10万円買ってる人で100万円って誰が買うの？いやそれ次第ではじゃあ僕も考えようかな。まあでも僕も100万円は言ってないな。スカイさん晴れでよばばやな。あ、晴れてよばば、マジか。もう40に間違いないなこれ。ザーオッズ上がらんわな。あーどうしようかな。北さん単勝でもいいんだけど、同じの買っても思んないからね。まあ、さっき10万円買ってはる人おるから、そこはもう置いといてあげよう。そこは置いといて、僕は違うのを買ってね、その人とどっちが当たるかみたいな方がまだ面白いでしょ。ちょっとコーヒー買ってくるわ。コーヒー買いに行こう。ちょっとコーヒー買いに行きます。ショーターさん、北三単勝のやつ閲覧多いぞ。ショーターさん、あんたには鼻がない。コタさん、金があっても人望がない典型。バヒヨさん、皆さん何買いましたか？
さん単勝のやつ閲覧多い、マジで。翔太さん今から買うよ。あんたがない。うん、金があっても人望がないの典型、マジか。皆さん何買いましたか、今から買う、マジで。人望、これ人望って言うの。そうか、しゃあねえな、しゃあねえな。じゃあまた今回もね、金にいいものを言わせてね。うん、あの10万の単勝とか買ってはる方もいてるんでしょうけどね。100万円いきますよ、100万円100万円いきますよね。うん、1点買い、100万円1点買いいきます。うん、あのね、あれですよ、あの毎回思うんだけど、僕100万円失う危機にあんのにな。何、君たちなんでアイテムないの。アイテムはない、飛ばねえわ、閲覧はねえわね、 YouTube 動画に上げたところで再生回数ねえわって、何もええとこないねんけど、これもうやらん方がマシじゃない僕。うん、翔太さん、北さんやめるの。いや、北さんは絡めます。北さんの副賞1点買い100万でいくか、北さん絡めたワイドの100万円1点買いでいくか、ちょっと悩んでます。うん、だって北さんのは、あの副賞100万買っても盛り上がらないんだろお前ら。それで盛り上がらないんだったらね、しゃねえな。熊尾さん100万円。そう、100万円ですよ。翔太さん、他のワイド派。他のワイド、他のワイドな、どうなんやな、どっちから行こうかな。どっちから行こうか。翔太さん、他の副賞派。他の副賞、レイディオロの副賞だったら 1.5 つくんだけど、レイディオロ知らないからね、全く。うん、いや、来てくれたら、まあ前のね、あの天皇賞の時と一緒で、また50万、60万ですよ。あー、どうしようかな。北さんの副賞が 1.5 やったら買っててんけどな。1.2 じゃ買えんわ。うん、そう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 、ね、翔太さん、まさかこの後山勝エースの副賞を買うとは誰が想像できたであろうか。16番山勝エース、副賞バヒオさん 8.12 二等マルチ三連単三連服買った。八番って何や。八番って何ですか。モンキーさん、単勝と違うんかい。単勝は今回も買わないですね。もう正直にお伝えしておくと、単勝買う気はもうさらさらございません。うん、単勝買うぐらいなら競馬券買いません。それでよければ、ユージさん、こんちは。あ、こんちは、ユージさん、いらっしゃい。風船ごかーざまーす。お前が、お前が、お前が、お前が。モンキーさん、今日は当たったら風俗やな。今日はね、もしほんまに 2.8 倍とかついたら、ロレックス買いに行きますよ、今日。ほんまに。今日リスワン取りに行くからな。取りに行くんかい。リスワン1万円取りに行くために何100万円捨てんの俺、バカか。タコポンさん、コーヒーいくらよ。コーヒーは100円です、これ。100円のコーヒー、 UCC のコーヒーは100円ですよ。ツーダウンっていうね、あの100円の自販機、ここ綺麗になったな、道、うん、道綺麗になったけど、なんでこの交差点こうまっすぐしないんだろう、ね、信号すりゃいいの。モンキーさん、ワイド1点100万かな。そうそう、ワイド1点100万かな、うん、それが来たら 2.8 倍つくから、ロレックスと、エルメスの財布買えるかなとは思ってるんだけど、そう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 、ロレックス欲しいんですよ僕。ロレックスデートジャスト41のロレックス 12633G が欲しいんです。ダイヤモンド10個ついてるやつ、うん、ね、130万ぐらいです。モンキーさん、ちゃんと最後まで配信してや。配信はします、配信はしますけど、いかんせんね、僕は延長チケットが1枚もないので、
あのブチ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 30分ごとで切れますけど、もうそれはねご容赦ください。あの誰も相手もくれないからね、僕延長できないから、そう、もうあの100万円のために全てをね僕かけてんだから、競馬の原資の100万円のために全てをケチってる男ですよ。わかりますか？100万円命かけてんだよこっちは。天皇賞の時もそうだったけどね、アイテムがゼロなんだ毎回毎回、これどういうことこれ、まあ、YouTube の再生回数だけはね 1.6 万回いったけど1.6 万回ってすごいな、それでも 1.6 万回か、つらいな。うん、間に合うんかな、もう3時やけどこれもう3時やけど間に合うのこれ、やばくない？考えてる余裕なくなってきたで、これも、またこの間もそうやったけど、また時間ギリギリよこれ。もうついて馬券買うたらもう即みたいな。まあ今回はね地下2階っていうところがまあナンバーやったら分かってるから、ナンバー行くか、ちょ時間がなさすぎるわこれ、やばいなこれ間に合えへんパターンちゃうか、これ初の間に合えへんパターンちゃうか、初のっていうかまあまだ2回目だけど、ガツさん、北さんにかけたん、北さん買おうかなと思ってるけど、ちょっと待って、あの時間がなくなってきたわ。モンキーさん、この前当たってるから今日外れても40万の負けやん。タコポンさんはシレボクチョン、僕が走るというよりもね、あの信号次第かな、まあ、10分15分で着くとは思うんだけど、何時まで帰んの？ 3 時半まで帰んの？ 3 時20分？ほんまに時間なくなってきたこれ、やばいわ、マジやばいぞこれ、これ今日混んでんちゃうか、ウィンズ混んでて買えませんでしたパターン来るぞこれいやマジで、おしゃなし北さんの副賞とか言ってまいそうやけど、ガツさんレクサスなんやから間に合うやろ、モンキーさんナンバのウィンズ、もうまあネタバレするとナンバのウィンズ行こうかな、もう間に合わねえわこれ、堺とか梅田とか言ってる場合じゃなくなってきたこれ、電車で行っとったら間に合ったかな、電車でもキワやな、ちょっとまずいな、ちょ3時になっちゃったんじゃない、3時になっちゃったんじゃない、やばくない、モンキーさんレース40分やから間に合うよ、間に合う、まあ、石川さんまだ買ってないのか、まだ買ってないです、残念ながらまだね、あの今向かってるとこです、ナンバーにのウィンズにね、嫁に一緒に行こうって言ったら嫁がお前らおるから嫌って言われたわしなかったらね、嫁がデートがてら一緒に行こうかな思ったらしいけど、配信すんのやったら私行けへんって言われて断られたわ、嫁に、配信してるあんた嫌いって言われたもう配信やめようかな、もう配信してるあんた嫌い言われたわ、ガツさん何もタコいてんの、モンキーさん間に合わなかったわやめてや一応ネタ振り的にはもうあのすごいね、あの間に合わなかった間に合わなかったでもういけそうなぐらいのね、ネタ振りができてて、ちょほんまに間に合えへんねんこれちょほんまに間に合えへんねん、まだナンバーについてない時点であかんやろ、もう今ナンバーついとかんと間に合えへんやろ、やばいよこれ、どうやばいのどう起こしてんねんけど、ちょどっか空いてるウィンズない、ちょもう信号全然進めへんしこれやばいな、完全にミスりましたこれ、前回の余裕あったんやな、あな、まあ間に合わんかったら間に合わんかったでええねんけど、別に僕的には買わんで済むからね、たった20人のためだけに僕100万円の馬券捨てに行くとかそんなアホなことをね、したことないわ、モンキーさんまだ30分以上あるから間に合うよ、間に合う、マジで、5分前まで買えんのウィンズは、場外だから10分前じゃないの、ナンバーのウィンズあの車止めてからだが遠いからね、まあいつものあのラビーに止めるつもりやけど、タコポンさん馬券買ったらトップガだな、ああ馬券こうだら、ああトップガ、了解了解、間に合うかな
間に合えへんやん、これもう。ちょっと。ちょっと間に合わないんですけど。モンキーさん、1分前まで帰るよ。え、1分前まで帰るの？マジで？そうなの？え、そうなの？知らんかった、それ。マジか。1分前までか。ちょっと早く。もう全ての信号にさっきから引っかかってんだけど。おかしくない今日の流れ。もう今日これ買うなってことじゃない？ちょっと落ち着け落ち着けって神様がね、今日はやめとけよ、外すぞっていうお告げなんじゃない？なんかそんな気がしてきたんだけど、ロレックス欲しいな。ちょっとロレックス欲しいんですけど、本当にロレックス。今日取ってロレックス買えるかな。エルメスの財布先買ってもいいけど、エルメスの財布ってでも男もんっぽくなくないですか？なんか女もんっぽくないですか？50万ぐらいのやつがあると思うんですけど、エルメスの財布って。すごいよね、でも財布が50万円すんのよ。何入れんの？いや、1万円の財布でもね、お金あれやけど、50万円の財布の中に何本入れたらいいよ。50万円の財布の中に2万円とかしか入ってなかったら、それ意味ある？みたいな。ちょっとみんなコメント止まってるけど、どうしたの？何？パケシしてる俺。これ配信止まってる。何？引っ張りすぎてみんなもう見飽きちゃって、何？他の人の枠行っちゃった感じこれ。ちょっと。メラや。タコポンさん、テレビを見てる。テレビは見てる。マジですか。しんどい。ちょっとほんまにしんどい。もう帰っていいですか。もう馬券とかそんなところではねえわ。もう本気でしんどいんだけど。あの100万なくすか、100万、200万儲かるか、とかそんなことよりも、今風で超絶しんどいわ。もうどうでもええわ、そんなことみたいなぐらいしんどいんだけど。なんか人多いな。何やこれ。何？タコポンさん、競馬場天気良い。競馬場天気、マジですか。すっげえ信号引っかかるんだけど、今日何なの？ほんまに全部の信号引っかかってるわ。もう買えないんじゃない？競馬券。買わなくていいんじゃない？プラスドットマイメロドット。ああ、マイメロちゃんいらっしゃい。マイメロちゃん。ね。そう、あの、スマホに変えて、あの、キツネ枠にすんの忘れて、まあまあ、どっちでもええねんけど。なもう何これ見て、人数18人しかおれへんねん。これ何なの18人って。もうやる気やろお前ら。天皇賞の時はでもよう人来たよな。あれ800人ってすごかったね。コタさん、サングラスとマスクしたらイケメンになった。そうでしょ、サングラスね、マスクしたら
超絶男前になったやろ。プラスドットマイメロドットプラス3二日酔いならなかったんやねわら。二日酔いならなかったっていうよりか、どこも競馬配信してるよ。ね、風邪なのか二日酔いなのかもわからん状態、うん。どこも競馬配信マジか、みんな競馬配信してんの？もうなんなんもうパクらんといて、もう天皇賞の時に僕がやってね、いやこれ人数集まるわ思たんか知らんけど、本当にもうやめてそういうの。僕のための競馬じゃないからしゃあないけど、ね、そう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 、うん、コタさん100万買いがかぶってる200万買いだったな。マジで100万がもう一人おんの？一点買いその100万、マジか。100万買いがもう一人おんのか、おんねえな。え、その人はちなみに何買うてんの？同じの買うたら面白くなくない？違うの買おうぜ、うん、全く同じの買うて全く同じ結果やったら配信内容で絶対負けるがな。負ける自信満々かよ。しんどいわ。タコポンさんタイトル100手釣ってたよ。100手釣ってた？あ、賞賃のこと言うてんの？賞賃10万円。コタさん大手になる賞賃は北さんブラックに100万、うん、いや10万円だから。スカイさん100万回行って書いてる、他の人10万しか買ってない釣り配信やろ。だってさっき僕の枠に、キツネ枠に来て、じゃあ俺配信するわって宣言していったもん。ちょっと今日はもう外の駐車場、その辺の駐車場に掘り込もうかな。でも間に合いそうね、これ3時20分、30分、うん、間に合いそうね。さああとは何を買うかですな。ユージ30万だよね、わら。うん、そう10万何を買うかやね。コズ姉さんコメント初見です、頑張ってね。あーいらっしゃい、コズ姉さん初見さんいらっしゃい。タコポンさんもたもたしとるからな。もたもたしとるから、うん、ちょっともたもたしてるけど、ね、某ウィンズにもう間もなく到着しますので。あやのゴーゴーさん、うん、こんにちは。また北さんで勝負してわら。そうね、北さん絡みでは勝負する。マイメロドットプラス3もロト6にしとこわら。ロト6とロト7毎回買うてるけど一向に当たらないんだけど、全く当たらないんだけど、うん、そう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 、うん、ついたついたついたわ。もうどけよもう、このノアもうバカじゃねえのこいつは、ほんま。スカイさん釣り配信に負ける、本当に100万かける配信。うん、そうそう。ショーターさん今回負けたら50万負けか。今回負けたら40万負けですね。この間60万取ってるので、うん、賞味40万負けですね。まあでもその60万はもう使ってないから、僕の中では今回負けたら100万負けだけどね、うん、もう買った時にね、そんな酔い越しの金は持たないので僕ね、あの買ったら買った分だけ使っちゃうので、うん、そうそうそう。あ、ついたついた、ついたぞ、よし、ついたぞ。プラスドットマイメロドットプラス3釣り配信とかクソなやつより俺の配信見れにしよわら。いやそんな、あの賞賃はいいんです、あれで。ショーチンは昔からああいう人だからそれでいいんです。何何こっちこっちこっちな。モンキーさん車止めたらダッシュやな。コズ姉さんヤホー、うん、今駐車場入りますよ、うん、なんでこんなとこにおっさん立ってんのこいつ、バカなの、うん、危なすぎて。またここの駐車場が狭いんだこれ。スカイさんヤホ W、 変なとこで会うな W。 この駐車場がね狭いんですよこれ。ショーターさん北さん来たら道頓堀側に札投げるってマジ。なんでやねん。なんで北さんが札投げんの、おかしくないそれ。あやのゴーゴーさんでも毎回電波悪くなるわら。そう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 。で駐車場も狭いしなここ。いや、いや、
プラスドットマイメロドットプラス三道頓堀に飛び込むんだよねわら。飛び込めませんよ、風邪ひいてる。モンキーさん駐車場着いたんやったら余裕やな。いや駐車場着いたけど、ここの駐車場狭いから。われてないの、ここの駐車場狭いからね、車入れるのに時間かかるんですよこれ、うん、でまた上の方までこれ連れて行かれてるし今、うん、もういい加減この辺で入れろよ。入り口ねえの、まだないのここ入り口も、ほんまもう、なんなんこのクソ駐車場もう。翔太さん、北さん来たら北島三郎の CD 返しましょう。え、北さん来たら北島三郎の CD はなんて。うん、危ない、危ない、すりそう、もう嫌だ、もう嫌だ。だから LS なんか乗りたくないのよ、もう。誰 LS600 かっこいいから乗ればって言ったの。バカじゃねえの、こんな金もねえのにこんなでかい車乗ってよ。いちいち駐車場入るためにヒヤヒヤしないといけないじゃねえか。なんなんだよ、このでかい車。ちゃんとこの車に合った駐車場作れよ。なんでこんな一日コンパクトに。もうやめてくれよ、本当にもう。駐車場入れるのになんでこんな時間かかんだよ、もう。あーもうやめて、もう、あーもうすりそう、もうやめて、もう、こんなクソ駐車場で LS600 こするとかやめて、もう本当にもう、馬券買いに行く時間なくなるじゃねえかよ。なんなんだよここまで来て。何ここ5回万になってる、もしかして。翔太さん一周回ってお前の配信おもろい。マジでか、5回締めになってる。あやのゴーゴーさん良い結果待ってますわら。ちょ待って、そんなこと言ってる場合じゃなくて、今駐車場に車が入れられへん状態やわお前ら。ちょ待て、駐車場にすら車が入れられへんってどういうことやねん。おいスカイさん延長しろ。延長チケットよこせよ。じゃあもうプラス3買って沖縄資金に当てよう。あかんあかん、うわ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 、すりそう、もうやめて、やめて、LS が、LS が、やめて、あ、延長だよ、ざまーす、超、マジっすか、この先ゲートアジ最上高、これ開いてんの？開いてんの？ここ開いてる？コズ姉さん延長台に、開いてるもん。ユージさんハイブリッドは全長ちょっと長いんだっけ。え、マジで全長が長いの。いや、ハイブリッドというよりロングがあるんですよ、この LS600 って。600ハイブリッドと600ハイブリッドロングっていう車があるので、ロングの方がね。プラス3を閲覧50人いった、うん、50人いった。マジか、来たかマイメロとプラス3延長急いで。延長大君普通です3ヤマーダ電気、うん、延長しといてよ。延長したけどこれ延長してもまたこれ切れるパターンだろ、これ駐車場の中でブチ、うん、どこが空いてんのこれ、どこが空いてんのよ。もうどこでもいいから、もう早く止めさせて、もう、まあ、馬券買う時間なくなるから、もうこれ、あそこあいつ出んのかな、出るのかな、出ないの、出るの出ないの、どっち、あいつ今入ったとこ、入ったとこか、ちょっともう早く止めさせてよ、もう。大君普通です、俺もよくそこ止める、うん、ここ止める、うん、そう、あー開いてた、あー開いてないわ、なんなんもう、もうあの庶民どもが買い物とかもうどうでもいいから、お前らの買い物とかもうこっちは100万円の買い物する言うとれよ。あ、開いてる、あれでもあそこ K やな、これ間違いなくこれ K やな、これ、うん、K やな、やっぱりK しか開いてねえわ、なんやねん KK、お前、あ、あ、どきよった、よし、そこ行こう、よし、開いた、え、入れんのもしかして、入る人、出る人、入る人、出る人、あ、出た、よし、あーざまーす、ちょー、開いたよ、ね、ここに掘り込んで、早速行こうぜ、機関工さん、副賞ぶっ込むの、うん、どうしよう、どっちがいい、副賞、もうあの考えてる暇あんまないから、もう北さんの副賞に100万1点買いするか、42のワイドに大勝負行くか、どっちがいいのよ。じゃ早く決めようぜ、早く決めないと、もうそんな考えてる余裕ないぞ、もうマジで
あやの553事故れぼそ事故れで、事故れで君は本当に罪は年内にもしかしたらそっち行こうかな思ったけど、ちょっと行くあれがなくなりそうやけどもね、そのうちプラスドットやるからな。マイメロドットプラス340代の全力ダッシュワクワクスカイさん副賞 1.2 しかないからワイドにしよう。あ、ワイドの方がいい。そうやな、もうワイドやな。ワイド行こう。42のワイドにね、100万ぶち込みますからね。車止めない？止まった。着いたよ。着いた。でもあれこれ言うてる余裕ないからもう行くで。カードが残っています。よしよしよし。大君普通です。3万円も高級車。プラスドットマイメロドットプラス3レディゴー。あやの553、来年会いましょう。来年ね、そうそう、だから体だけは気をつけてね、無茶しなくていいから、本当に。行こう。よいしょ。駐車場何階やったっけ？何階ここ。100万円持ってきたかな。熱風隊さん、同じ配信をしてる人がいたよ。北さんブラック1点かけで100万かけてました何、みんな北さんブラック の, 単勝100万円って本気で釣られてんの、マジで。あれ10万円だからちょっとみんな釣られすぎやろ、ほんまに。6回ね、6回覚えといてね、6回ね、ついに来ましたよね、久々の1ヶ月ぶりですね、皆さん。今の僕にプリン体いかがでしょうかって声をかけるな、声をかけるな、俺に声をかけるな。今急いでおんねん、わし。お前らごときのそんな、こんな小さい買い物とかどうでもええわ。俺に声をかけるな。100万円を買いに行くんやから、俺に声をかけるな。生まれ2412のボックス1万ずつ買った。ど本命じゃないさ、それ。2412オズつきました、スカイさん、それ。ね、間に合ったかな。またウィンズ電波悪いんやろな、あれ。もう電波悪いの嫌いねんよ。ね、100万円分買いますよ。どうしようかな。ワイドかな。ワイド買って壮絶に外して、ちょっと神回にしようか。まあ当たってロレックス買うのがほんま一番の神回なんだけど、僕からしたら。なんせ風邪ひいとるからな。なんせワイが風邪ひいとるもんやから、境にな。いや、
22で10倍。ああ、22な。北さんが外して3着に入ってくれたらええって感じやな。そうそう。22のワイドとか結構つきそうな気すんねんけど。これいつも思うねんけど、下りのエスカレーターがいつもないのよね。あそこのギリギリのほうまで行かないと。もういいからお前らとかもう邪魔だから。どきなさいよ、ほんと。プリンター買っといたらよかった。プリンターこれ以上いらんわ。そうそう。そう。みんな祈ってよ。ね。大体僕の枠はね、飯馬が見たいやつがほとんどだから、ね。大体は僕が100万ぶっこく方を見たいんだろうけど、残念ながらね。今んところ一生生の敗やからな、お前らと。まあ今日な、まあ僕が外したところでまだ一生いっぱいのタイっていうことでね、ああそうそうそう、50万にしたのかな。50万やったら今日負けてもまだ10万プラスで逃げれんねんけど、ああしんどい。ああでも50万が140万になったところで100万も儲からんかったら、あでもそれありやな。前回のオッズ考えたら50万だけ買っとくか、それもありやな、ワイド22で 3.9、 あ大きいな。50万買っといたらほぼ4倍だから、それで200万。ロレックス買えるやん、マジでロレックス買えるやん。しんどいわ、本当に風でしんどいんだけど、なんで風でしんどいのにこんな思いさせられてんの。それはあかんで。何が何があかんの。いやだって10万円分しか買ってない人がね、100万円つってね釣れるんだから、50万円分ぐらい買ってたらお前ら満足だろう。え、帰ってきたよウィンズナンバーにね。前回勝負したウィンズナンバーに戻ってきました。当たってロレックスそのまま買いに行く配信見てみたい。やっぱそっちか。そうよね、なぜ180万やからな。100万が280万やから、まあ、もう一回ゆっくりオッズ見るけど、もうでも5分ぐらいしか時間ないんじゃん、これやばくない。ウィンズどこ、あった到着したよ、ウィンズ。ウィンズ到着したよ。枠取り直す。あもう時間ないな、延長してもてるからもったいないな。ロレックス仕入れて売る、やっぱりナンバーじゃん。そうナンバーナンバーナンバーです。もう時間ないからそのまま嫁ります。地下2階行かんと大口の僕は買えないです、ね、君たちのようなその1万円、500円、1万円買う人たちとは僕は違うんだよ、ね、まあ、お前らが座るとこがあってなんで100万円買うてる俺の座る場所がないの。おかしくないか、ね、いつも思うけどよ。お前らゴミが座ってよ、前みたいな大口購入者が座れないっておかしくないか、このシステム。下りのエスカレーターどこにあんのよ、ほら下り。あかんって、時間ないから。あかんで。42のワイドでいいの ?2.7 まで落ちてきた、マジか。B2 はどこや、B2 は。B2 はどっから行ったいね。B2 はどっから行ったいね、B2 は。B2 は階段か。階段で行くわ。クリストフ・ルメール。大口どこや、大口。友人馬券売り場どこ。友人どこですか、友人は。北さん良さそう、マジで。
最終北さんの副賞何倍ついてんの？1.2 やって。買えるかそんなもん。 1.2 って20万のために100万捨てれるか。じゃあ買うぞ。60人しかおらんけど買うぞお前ら。行くぞ。大口変えますか。はい、北さんと、佐藤が42人の、うん、大口どこ、うん、どこ一番向こう。ずっと一番向こう。あ、これね。あ、うん、ごめんなさい。ジャパンカップの、42のワイド100万。どこで買ってんのじゃん。100万円分、はい、買えんの。ワイド買えないですって言われたよお前ら。マジか。こっちやねん。めんどくせえな。あ、口頭じゃないとあかんのか。何レースよ。11レース。東京11レース。東京11レース。ワイド、4、おっちゃんににらまれたわ。に笑顔でににらまれたわ。これ北さんと里のクラウンよね。100万。100万、うん、これで、ね、あれに切り替えてほしいで、50万2枚でいつも。ソウルで切り替えて9を。え？